ちが下じゃないかい。さて、まあ新年初日からね、あえて走りたいと思いますよ。まあお遊びチャート、せーの、環境変わると全然できないな、本当あれ。でもこうやってやると改めて思うよね。嘘でしょ、何だったのそれ。嘘だよもう。バグなしやってる方が楽しいんだよな俺は。やっぱねバグ使ってると確かに早いし驚きの要素たくさんあるけど、自分がやってて楽しくないんだよな。あ、当たっちゃった。
待ちな、はい。お前飛ばねえのかよ、飛ぶかと思ったら、お前もう。え、なんで？なんだそれ。もうわけわかんねえよ、その。基本的にボスの行動、ボスじゃない、雑魚の行動が、当たるんだよな、なんでこれ。ああ、もう全然ダメだよ。はあ、もうクソじゃないの、これ。こっちの方が楽やん。20だから35か、遅えな。基本的にチャットもないからな。布服じゃないよ。なんで布服があるんだよと思った、今。いらねえよ、ドロップしてんじゃん。ジルコンは後でいいや。後でいいのかい？60あるから無視。とりあえず巻いてるけど、自己弁の時遅いってことだよな。そう、おい、この煙ってる状態嫌いだよ。見えないんだ、見づらいんだよ。ようこそ。はい、風宮さんいらっしゃい。あれ？なんで来た？なんでこれ本番の時出ねえんだ、ほんと。本番やっぱ環境違いすぎるんだよ。いや、本番環境が違いすぎる、やっぱり。この入力早いわ、やっぱり俺。なんやねん、なんやこれ。出ろやバーガー、もういらねえよ、もう。なんで出すんだよ、もうクソ。
次から次へといらないものを出してくるな。ダメかな、いけないかな、いけないか、もう遅かったもんな。時々いつまで釣れることができなくなることがあるので、どちらにお待ちください。多分ドスボにハマるっていうか、あれだね、そのフレームタイムミスっていう。フレーム単位のミスというか、ちょっと待ってください、それ待ってください。まあウィングスマッシュのやつも自分がその明確なフレームでは把握してない、秒数、約おおよその秒数で把握してるから、英語の解説聞いて、ああ、1フレーム何秒だいと思って、で、計算したら、ああ、確かにこれなら納得だわと思って。フレーム計算でやってないんだよな。何フレームって言われてもピンとこねえから。おい、あ、押してない、押してない。ガーネット取ってるから、これ…あー、金さんねえや、まっちゃん、ありがとうございます。うわー、ロスだ。またのお越しを。ロスだな、ロスかな。超ロスだな。あ、50出したからありがたいわ。ロスでもなんでもなくなった。セーブ時間がないから早いっていうだけですけど、また何かご用。これについてだ。ではまたのお越しを。ああ、まずい。おい。そんなになんか変身してからウィングスマッシュ入力ってできないもんなんかなって思うけど、
まあ一応秒数的には 1.3 秒ぐらいを目安にすると猶予時間ですけど、お前変身しなくてよかったな今。精を出すのが、戻れるかな。まあ1分で戻れなかったら落とすだな、これな。あ、戻れないな。明けましておめでとう。うちはキングですね。夢中なのでキングでございます。はい、今年もよろしくお願いします。あー、ダメか、17分切ったか。もう開いてればいいけど、開いてない。おー、開いてる、開いてるから先行く。あそこでセーブするのねえな。セーブしなくても来れるな。あ、そうだったのか、それは踏まないか。うん、まあそれはもうしょうがない、言わない、言わないも俺もある。でも言ってたよね確か。でもあれか、しょうがないな。まあうちもまあ夢中うんぬんかんぬんの話は2月だったからな。ここでセーブだね、しょうがない。ここでセーブでもいいな、だいぶ短縮できるわ。ここがめんどくさい。でもこのパターンでやるとあれか、上にダッシュができないんだ。これでいくしかないね。行くしかない。いやー、何やってんの。上に落ちる変態した方が早いな。おい、余計だよそれ。ちょっと待った、ちょっと待った、あーまあタスみたいな動きをしたってことでしょ。できるでしょ。
いやーやっぱ当たるんだよね、そこ。ここが遅いんだよな。割と自分にはどうでもいいかな、重要じゃないから。あんた HD 制や。あのちょっと遅いか。あんた HD や、知らんさや。しょぼんじゃねえし、ハテじゃないよ、ハテじゃ。これちょっと遅い気がすんな。とぼけんじゃねえぞ。とぼけてるといい加減にしろよ。まあなんか結果的に俺が最初にやったことになってるけどね。放送でずっとやってるから気づいたら認知されるようになったけど俺が。ピンポイント。ピンポイントいいですね。今偶然だけどね、正直言えば。いやー待って、それは。それはちょっとないよ。骨が遅いんだよな、俺。あ、まずい。無駄に使った。まあいいや、使ったんだ、しょうがない。買っちゃったんならもうしょうがない。それほんこのハゲもほんと嫌い。ナイス。Hey!
りるくらい多分足らないんじゃないかな。多分足らないと思うわ。嘘でしょ、何それ。なんだろう、ゼウメはね、最近イメージはね、時間かかるだけっていう感じ。ただ時間を食うだけって感じだからやらない。昔やったからもうやんないそれ。昔のそのやり込み昔してた頃もうやっちゃったからもうやる気ないんだそれ。プレステのデータの時にやったそれも。だから今更やろうと思わない、時間の無駄だし。いやまだやったことないっつってやるけど、別にやったことあるやつをわざわざもう一回やるかいと思って。ああ、マシでミスったもん。やっべやっべ、ハートがねえ、ハートがねえよ、ハートが、ハートがねえよ、危ねえよ。ここハートがねえと怖えよ、マジも怖えよ。ここあー、それ行き過ぎ。まあまあニコ生水枠、本番ここで鉛筆枯渇したからな。まあ大変だった当時はニコ生もなかったことですし、今ならゆっくりまったりこうやっていろいろやっていくのもありかなと。いやもう一度やったものは基本的に多分やらないと思う、ニコ生でも。ああ間違えた。ようこそ。はい、風見さん。ここが問題ですよね。自己ベ決定。ああ。
まあ、もう一個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 。手裏剣とかいらねえよ。事故で不作更新ですね。スイッチ録画しててよかった。スイッチ録画しててよかった。あ、これ MP 足んねえな。あと余計な変なミスしなきゃ。そうっすね。本番でこうしたかったわ。RTG 版の本番でしたかったよ、これは。早かった。うそ。超違う。なんで？もうバカじゃないの？バカじゃないの？くだらみずすんだよもう。スイッチ誰も見てないんだよね。ちょ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 、くだらみずすんなって。まあ、かろうじてたまるだろう。バカよ。ええ、解説しましたよ、その辺。その辺解説しましたよ、ちゃんと。汚職事件。もうバカRTA in Japan 全部解説者がね。
らない。遅い、ここ。回復するしかないな、これ。マナプリがとん、マナプリまで持つか。持たないな。マナプリまで持たないな、これ。だからさ、切ったやろ。まあもう返せざるを得ない。どうしても息子勝つするよね。2パーだからもうしょうがない。あー、きすぎて。まあ38分台出れるかい？出ちゃうかい？最初ミスったのにな。セーブ寄る方が早いよ。アイテムだっていちいち変えなきゃいけないもん。手数が増えるんだよ。セーブポイント寄るのも減るけど、結局アイテム装備してうんぬんかんぬんで回復するのにラグがあるからダメ。使いづらい。セーブの方が早い。一回やるのはあるけど。どっちもどっちか。もう全部考えてるからね、その辺。俺もうちゃんと。そんなの同じじゃないんで、私もそこまでの同じじゃないんで。さすがに。あるべきところに帰れ。これ以上母を苦しめるな。ちょっと早かった。なぜだ。なぜ私はこうも破れる。まあ一応エンディング全部見ましょう。守るものがあってこそ限界を超えることができる。愛するものを失い、愛することをやめたとき、あなたはすでに負けていた。そうか。皮肉なものだ。まあもう出ないなこれ。力を求めるがゆえに失ったものが私の敗因であるとはな。アルカードよ、松井ちゃん放送してるとよかったな。リサは最後に何と言ったのだ。まあ音声なしの録画してないけど、まあまあいいや。もし人間が許されない存在であるなら、うん、自ら滅びの道を歩む。その世界の住人にあらざる者は手を下すべきではない。まあひっそりと自己病を更新してしまったという。あなたを永遠に愛していると。ツイッチで誰か見てるかと言われたら見てないっていう。リサ、私は間違っていたのか。そうです、ドラキュラの逆さ読みですね。
まあ今回録画してないけど、まあいいや、次。でもそれはもう分かりきってる話ですね。まあさ、キュウちゃん4匹ぐらいで出たんで、まあここでもう自己ベ決定でしょっていう。まあこのチャートでね、軽々38分台が出たので、よしとしますか。無事だったようだな。これは本当にアルカード。よかった。ていうかなんで、あ、そっか、設定直した、直った。すまない。俺のせいで。まあいいや。また実の父を。気にするな。自分の宿命ゆえに奴を倒さねばならなかっただけだ。そう言ってくれると助かる。まあツイッチの方で。よく覚えておいてくれ。この世界に破滅をもたらすことができるのは。ツイッチの方で記録しておいて。人間、自分自身だということを。わかった。肝に銘じておこう。アルカード、これからどうするの？俺の体に流れる呪われたちは、あと早くなる手段としてはレアリンを取らないとか、もうそれぐらいしかない。人目につかぬ方がよかろう。そう、もうレアリンぐらいしか。さらばだ、あとはもうレアリンを、もう二度と会うこともあるまい。取るだけでしょ。アルカード。いいのかマリア。追わなくても。まあ、これでいいの。今の私では。これで、解説、RTA ジャパンで解説してた、方、まあ、ターボドックさんって言うんですけど、まあ、その人の記録を超えましたね。あの人、その方の記録を約40秒ぐらい、40秒ぐらいかな。じゃあ、30秒ちょいか。更新しましたね。まあ他の人が誰やってるか知らないんで、この博打、ね、可能性にかけて可能性に勝ったというね。大会などの時リアルなく動かないと本当消耗になるよね。だからRTN ジャパンの時に散々愚痴ってたんですよ。なんで出ねえんだこんなにっつって。もう直前練習したのがダメだったっつって。まあなんかちまちま操作ミスがあるから、まああと3秒ぐらい、3秒近くは縮まる気がしますけどね。ただ同じ状況にほぼならないから。この時は本当にやるなくて高かったよね。困惑ってなんだ。困惑って言われてもわからん。今回。ああ今回ね。まあ、確かに運が良かったです。まあ記録出たのはいいことですよ。何にせよ。なんでツイッチ60フレームじゃなくなってんだろう。まあ、とりあえず録画している分、まあ、放送しているからいいんですけど。なんだろう、わかんねえな。また放送切ったら60フレーム戻しとかなきゃ。まあちょっとね、ツイッチは本当、まあ今年から、まあそれはいいんですけど、今年からね基本的にニコ生とツイッチを同時放送するつもりでいます。なんか赤くなったよ。
まあこの枠来ても前枠とこの枠で来てもらった人はまあ一応15分の更新の承認ということでお願いします。